ここで告知をさせてください。先ほども始まる前に、演奏がかかる前に言ってくださっておりましたが、来月4月の5日と6日に四ツ谷ロータス、合ってる？四ツ谷ロータスというライブハウスで 2days イベントの方を有明クラフトを出させていただきます。なぜ 2days かと言いますとですね、初日5日は今日と同じこの音源をかけて歌うタイプのステージをやる日、そして翌日の6日はなんとサポートメンバーズをいらしてもらって、違う、サポートメンバーズをつけて、バンドスタイルでライブをやるという企画がございます。いつもお世話になっているイベンターさんの5周年記念というおめでたい日になります。それを4月の5日と6日にやります。今日は何かとずっこけておりますけど、もしも気になる方がいらっしゃったら、ぜひこの後声をかけてください。そして今日ですね、その4月5日と6日のチケットを持ってきていて、そのチケット争奪戦じゃないんですけど、整理番号早い順争奪戦拳の勝負をこの後交流タイムでやりたいと思います。もしよかったら、なんか面白そうだな、あのじゃんけん大会って思ったら参加してください。ひとまずのお知らせはそれと、あともしよかったら有明クラフト Twitter ブログなどなどやっております。気軽に Twitter などなどフォローしていただければ嬉しいです。そしてですね、今日フロアとここと、あっちの外に出たところにのテーブルにチョコレートが置いてます。見た？みんな見た人今日、まだ全員見てないんだ。こちらフリーになっております。特別な素敵なイラストのシールを今ビデオを持ってくださっているライアさんが書いてくれました。レイナさんとレイが一緒にいるスペシャルなバージョンのものと、もう一人色違いのレイと白いユニコーンベージュがのイラストの5パターンがあったかと思います。皆様ぜひぜひご賞味くださいませ。食べてね。残ってると泣いちゃうよ。そんなキャラクターじゃなかったような気がするんですが。さて言いたいこと言ったかな、言ったのかな。あ、アリアクラフト音源を2枚ほど作っております。この後に歌う曲が入っている音源と、今先ほど、最初にとんだミスをしたシェリアノワルというバイオリンが生演奏で入っている楽曲の CD2 種類ございます。この後もしよかったらぜひ声をかけてください。さて、いい加減にそろそろ次の曲に行きたいと思います。